じゃあ次のメールいきましょう。はい、監督ネーム、アレクサさんからいただきました。ありがとうございます。夏組の皆さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フィリピンのファンです。あ、おお、すごい。ここも A3 のファンがたくさんあります、うん、おお。私たちは熱帯の国なので特に夏組が大好きです。そうか。夏組を愛するファンも世界中にたくさんいます。嬉しい。質問は、え、何？夏休みに海外旅行に行くとしたらどこに行きますか？そして皆さんはどのような活動をしたいですか？行った先で、ね、お質問を選んでくれてありがとうございます。これから夏組との素敵な旅を楽しみにしています。テンション上げ。おーい、すごい。日本語すごいよ。いやもう本当にすごいよね。マジですごいよ。こんだけの文章書けるんだから。英語で書けて、え、英語でも書いてあります。あ、あ、 To the Natsugumi members、 読まなくていい。 Good evening。 読まなくていい。全部同じことが書いてあるでしょ。そう、全部でしょ。おそらくだけど全部同じこと書いてある。でもなんか英語の方がちょっと若干多いから、なんかそう。あ、なるほどね。へえ、いいね。いい質問。海外どこ行きたいか、行きたいとこいっぱい。そして皆さんはどのような活動をしますか。そこでね、そこでどのような活動をしますか。え、みんなで行くとしたら、うん、みんなで行くとしたら、みんなで行く。なんで行きたくないの。絶対行きたくないかもしれないですけど。行きたくないやつの。まず自分でどこ行きたいの。自分では、うん、ではあるんかい。まず自分ではね。まず自分ではね。まず自分。いやでも僕あれオーロラみたいですわ。あ、あ、いいね。どこだ、カナダとか南極か。寒いね。よかった、俺行きたくねえもん、それ。なんでよ。よかった、おかしい。俺は行きたくねえよ。よかった。じゃあ一人ずつとりあえず聞いてみます。行きたいとこ、うん、一人で行きたいところ、まず一人一人、個人プレイで。個人で。あ、じゃあ俺から、エジプト、はい、エジプト、エジプトなんだ。その心は、え、なんかピラミッドが見たい。頭あるっす。あとクフ王が見たい。あの楽園オアシスをやってる俺に残してくれなかったんだね。俺がエジプト行く。俺が、まあ、行きたいもんね。俺が行きたいんで。赤澤さんは、ハワイ。ハワイめちゃめちゃいいわ。ベタ、ね、ハワイ行ったことないんで、ね、行きたいですね。一度は行きたいです。いいね、はい、いいね。どうしよう、一緒だ、ハワイ。あ、じゃあ一緒に来い。あ、一緒に。それはちょっと大丈夫。なんでよ。早い、テンポが早いのよ。でよ。じゃあトキシ。俺ね、でもあの日本語がある程度通じるところにまず行きたいの。ひよってんな。ひよっていいじゃん。1回目。あ、そっか、初めてなんだ。旅行で僕海外行ったことないんですよ、まだ。もう。だからとりあえず最初はある程度通じるところ行きたいから、まあ、ハワイは、まあ、もし行きたいんだったら行きたいんですけど。そうだね。以外だったらマレーシアとか、あ、シンガポールとかは結構通じるって。あ、いいね。アジア。そう。食事的にもね。美味しいって言うじゃん。うん、っていうので。ちょっと行ってみたいなっていうのがありますね、はい、最後江口さん、私は NYC、 え、ニューヨーク、あー、ニューヨークシティ、ニューヨークシティ、何でしたっけ、ニューヨークシティ、ニューヨークシティ、行ったことないんですか。ない意外、ありそうなのに。1ヶ月ぐらいリンゴをかじって生活したい。ビートルズに仕事行く時とかにこうやってリンゴだけ持って、市場のおばちゃんと仲良くなって、いつもなっつってピンっつってね、あいよっつってね、足りねえよ、ありがとうっつって、ニューヨーク、ニューヨークで市場、ニューヨークニューヨークの市場、ボロアパート借りて、ああそういう感じですね。食事リンゴだけみたいな、屋根とか登って撮影スタジオみたいな、ああいうところでね。そう、すごい、誰も共感してなかったけど赤澤さんだけめっちゃうなずいてる。めっちゃいい、めっちゃいい、引きありました今の話。やりたい、そういう1ヶ月間過ごしたい。そうか、こたつ死ぬ気まじするけどね。それぞれのところで行ったらね、はい、そうですね、なるほど、ありがとうございます、はい、ということで、はい、お時間ということで、はい、監督の皆さん、たくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。